鈴木誠也、41試合、2割8分8厘、6ホームラン、19打点、出塁率3割8分2厘、OPS 8割7分2厘、WRC プラス、136、は 1.1。すごい。パワーフォルム成功しとるな。これが本物やね。パワーこそが力。23本、75打点ペースか、もうちょっと上げたら日本の時の成績やな。去年との比較。2022年。2023年。バレル 10% 超えたし、平均打球速度が約4キロ上がっとる。ようやっとる。筋肉が体に馴染んできたな。あとは怪我さえなければ。ほぼトラウトか。広島だったら余裕で4番やぞ。日本時代考えると、最低 OPS 9割欲しいわ。守備も良くなっとるんか？去年とは比較にならんレベル、打球反応上位 5% やし。来年こそキャンプからずっとやりきった状態で見たいわ。今の劣化したトラウトくらいは超えられる。これでもファンは文句言うんか？リーグ屈指の打者やろ。春先は脇腹痛めた時は、筋肉増やしたせいとかわけのわからない難癖つけられとって、かわいそうやったな。スタッツええくせにしょぼいとかずっと言われとったな。案の定上がってきたけど。右打者で通用してるのすごい。守備改善はなんでなんやろ。筋肉つけたなら落ちても不思議ではないと思うけど、改善するって。球場や環境に慣れたんやろ。言葉の違う異国なんやから、1年目はプレイするのでいっぱいいっぱいやったと思うで。贅沢言わんから、せめて日本人投手よりは打撃で結果を残してほしい。ようやっとるの擬人か。怪我だけ気をつけてほしいわね。